08型は、イギリス国鉄が導入した入れ替え用のディーゼル、機関車である。1953年から1962年に、かけて1 0 10両0が製造され、イギリス国鉄の、各形式の中でも最多数のディーゼル機である。片端に運転台を有する車軸配置 C の、電気式ディーゼル機関車で、重量は50トン、出力は 350HP、最高速度は、 時速3 2トル。動力はロットにより伝達される。派生形式として、歯車比を速度重視とし、最高速度が時速4 4トルの0級系。シェフィールド近郊のティンズリー走車常用として08。型を2両1組に改造した13型が登場している。08型は、イギリス国鉄のダービーほか、各工場で生産され、 出力は低かったものの頑丈で重量物の輸送に適していたため、主に貨車走車場などで幅広く使用された。現在は旅客車の固定編成化や貨物列車の直行輸送化の進展で入れ替え需要が減少し、稼働者数も減少傾向にあるが、それでも2007年時点で300両以上、残存している。1990年代の民営化により、08型は、 大半がユース鉄道に継承された。フレートライナーなど他の貨物会社や産業鉄道でも複数機が稼働しているほか、保存鉄道でも使用されている。記者の絵本及びその映像化作品、機関車トーマスに登場するディーゼル機関車、ディーゼルのモデルとなった。また、機関車トーマスに登場するハリー・トバート、パックストン、シドニーのモデルにもなっている。ありがとうございます。